全景大木沢駅は長野県大町市にある関西電力が運営している関電トンネル電気バスのバス停留所である。かつては関電トンネルトロリーバスの鉄道駅であったが、2018年11月に鉄道事業廃止、翌2019年4月より電気バスに転換され、当駅は事実上の自動車駅となった。 立山黒部アルペンルートの長野県側の入り口となる駅であり、トロリーバス時代はアルペンルート内の鉄道事業法で運営されていた交通機関の駅としては唯一長野県内にある駅であった。なお、営業機関に合わせて長野県道45号大木沢大町線の一部も閉鎖されるため、当期は品野大町駅側からも行くことはできない。駅舎は地上三階建てで、 1>, 1階に切符売り場、2階にレストラン大木沢と改札口、3階にホームと屋上展望台がある。出札、改札などの旅客関係業務は関連アメニックスに委託。通行表の授受や出発合図などの運行管理、業務は関連本体所属の社員が行う。他に大木沢駅駐車場が満車の際、 約八キロメートル大町よりの加ご川臨時駐車場、当駅間の無料シャトレバスが随時運行される。AB シナの毎日新聞社出版部、長野県鉄道全域増歩改定版、シナの毎日新聞社、二千十一年七月二十四日、三百二十ページ。i s b n 九兆七千八百四十七億八千四百七万千六百四十七ただし、長野県は、 中部電力パワーグリッドの送配電エリアである。関電トンネルにおける、トロリーバスの電気バスへの変更について、関西電力、https コロンスラッシュスラッシュ www.kepco.co.jp スラッシュコーポレートスラッシュパープルスラッシュ2 0 1 7スラッシュ 08282jhtml2021 年4月18日、閲覧。ab 大町の関電トロバスが補修を終え、設置完了14日にお披露目。中日新聞ウェブ、オリジナルの2020年11月11日時点におけるアーカイブ。https://web.archive.org/web/20201111134222 https。 www.chunichi.co.jp スラッシュアーティクルスラッシュ1520862021年4月18日閲覧。ab シンゴとお出かけガイド最後のトロリーバス披露台町で記念館プレオープンの式典。シナの毎日新聞。2020年11月15日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年4月18日閲覧。アルペンルート全線開通大木沢で、開通式。朝日新聞デジタル。https www. 朝日 .com。articles.asp4h7jqrp4hab00.rhtml2021 年4月18日。閲覧。2009年12月15日までは。 松本電機鉄道も共同運行に参加していた白馬営業所、大町営業所の遺憾についてアルピコグループ2010年2月1日時点のオリジナルよりアーカイブ2021年4月18日閲覧中央高速バス新宿あずみの白馬線大木沢系統新設 k 応グループ2012年10月31日時点のオリジナルよりアーカイブ 2021年4月18日へ覧。ありがとうございます。